こんにちは、安藤です。あんたたちーということでですね、私の大学時代の恋のお話も、今日で第5回。まだ、1回目とか2回目とか3回目とか4回目とか見てない人は、ぜひ、1回目から順番に見ていってね。だんだん衝撃の転換になっていくからね。お見逃しなく安藤 !12 月に入るとね、私の家の近くにある胃腸坂道もね、鮮やかな金色に色づいたんですよ。坂道の両脇にバーっと胃腸が植えられてるから、その光景ってね、素晴らしく綺麗だったんですよ。 特に綺麗だったのはアスファルトに落ちたイチョウの葉っぱだったんですね。道路って濃い色じゃないですか。濃いグレーというか。その濃いグレーにね、めちゃくちゃ鮮やかな黄色が生えて、素晴らしい色合いになるんですよね。そして、その道路にね、またね、イチョウの木からどんどんね、葉っぱがね、降ってくるんですよ。金色の葉っぱが。私を迎えに来てくれた友の車にもね、たくさんね、イチョウの葉っぱがね、降ってきてね、綺麗やなーって二人でね、言い合ってね。ほんま綺麗やなイチョウってすごいなーってね。 見上げてたんですよね。アンドアンド。クリスマスイブさ、入ってくれへんバイト。人がおれへんねん。んバイトの店長が私に行ってきたんですね。なんか予定あるアンドはなんか、クリスマス予定あんのって聞かれて、<laughs> いや別に、別に何もないんですけれども、あるような気もするみたいな感じでね、すぐにはね、認めたくなかったんですね。当時ね、私が若い頃って、クリスマスって大イベントだったんですよ。一人で過ごすなんてありえないみたいな風潮があったんですよ、クリスマス。今はね、普通じゃないですか、一人で。 あの、クリスマス過ごすとか、仕事があったりもするしね。でも当時はね。 もう、とんでもない、仕事とかとんでもない、もうそんなもん相対するなり、休むなりして、好きな人と一緒に過ごすとか、ホテルを予約して、ディナーを食べるとか、もうそんなのばっかりだったんですよ。最悪友達とパーティーみたいな。最悪ですよ。今だったら友達とパーティーなんてめっちゃ充実してるなって言われるじゃないですか。いや、当時は違うの。最悪友達とパーティー。普通は自分のパートナーと一緒にディナーとかなんですよ。そしてプレゼントを渡すみたいな。そういうね、もうそこに全集中。 してたんですみんな1年の最大のイベントはクリスマスだったんですよそのねクリスマスにねお前は予定があるのかって聞かれたんですバイトの店長にね <laughs> それはね私もねありますって言いたかったけどもうなかったんです別にねさすがにねクリスマスイブにね共にね遊ぼうっていう、ね、勇気はなかったんですよそれは言えないと思って でもね、そのクリスマスイブにコンビニ勤務してるっていうことはね、あいつは寂しい人間だって思われるんですよ、周りから。そんな夜にバイト入れるなんてみたいな。心で葛藤してたんですよ。どうやって答えようかと思って。そしたらね、そのシフトの24日の欄のところにね、友の名前が書いてあったんですよ。高いって。高い24日の夜って書いてあったんですよ。それ見た瞬間にね、大丈夫です。入ります。24日入ります。って <laughs> 答えてました。なんだなんモイブさ、クリスマスさ、入るんやろ、バイト。あ 入るで。お前も入るんやろシフト見た見た。店長さ、特別手当てくれる言うてたしな。得したな。予定内のも最高やな。私はね、別にね、特別手当てがうんぬんとかじゃなくて、友とも一緒にね、クリスマスイブをね、過ごしたかったんですよ。いくら、バイトだって言っても、一緒にいるわけじゃないですか。クリスマスイブのね、11時59分からね、0時になる瞬間をね、一緒に過ごせるわけですよ。最高じゃないですか。口実にできるわけですよ。バカバカしいことかもしれないんですけども、当時の私にとって、とてもとても大事なことだったんです。勤務当日 クリスマスイブの夜ですよ。見てみ。あれな、店長が書いたんやって。トモがね、ニヤニヤしながらね、コンビニのガラス窓に書いてあるサンタらしきものをね、指さしてね、私に言ったんですよ。あれ店長書いたんやって。 広いな。小学校何年生の世界やな。サンタ言うより、モグロ服蔵にしか見えへんなってた。あの、ほら、笑うセールスマンのね、モグロ服蔵ですよ。そういう風にしかね、見えなかったんです。店長が何を考えたのかね、自分でね、サンタの絵を描いちゃったんですよ、ガラス窓にね。もうやめときゃいいのにね。あんな顔のサンタとかおったらめっちゃビビれへん。完全に悪人や。友はね、めちゃくちゃね、調子に乗ってね、悪口めっちゃ言うんですよ、店長の。その、当の店長はね、もうもちろんね、クリスマスだから、クリスマスイブだから、結婚間近だっていう噂が流れてた、あの、彼女と、デートです。 私たちに店は任せて。客がね、途切れた深夜ね、友が、その、コンビニの入り口に立ったらね、めちゃくちゃ寒いんですよ。寒っ,って言ってるんですよ、友が。そういえばさ、今日な、もしかしたら雪降るかもしれへん言ってたで。って言ってね、友がね、めちゃくちゃ嬉しそうに言うんですよ。そうなん降るんかなって言ってね、私もね、このレジから出て、ふわさって思いながらね、駐車場からね、空をね、見たんですよ。雪降るかな でもな、星見えてんで。星見えてるから触れへんのじゃん、さすがに。私がそんな風に言ったら、あー、振ったらええのになぁ。せっかくやから振ったらええのに。そんな風にね、あの、子供みたいなことをね、何回も言ってました。ホワイトクリスマスってね、やっぱ夢だったんですよね、子供の時からね。大体振らないんですけどね。<laughs> 特に大阪は。なぁ、友さ小さい頃サンタ信じてた真夜中にね、その、搬入されてきたパンをこう、棚に並べながらね、私ちょっと聞いてみたんですよ。サンタ信じてたあのなぁ。 俺な、めっちゃ信じてて。なんかな、三体のプレゼントのリクエスト用紙みたいなの書いてな。ひたすらそれような隠し持ってな、誰にも見せへんかって。だから、うちの親がなんとか、その用紙を見ようとして。だってプレゼント買われへんや。自分で一生懸命持ってたら <laughs>、そのリクエスト用紙を取るか取られるか、みたいな。そういうね、攻防戦を繰り広げてた。いや、あの頃な、まだな、ポンもな、まだ生まれたばっかりやってんな。 懐かしいなぁ。そうなんやぁ。へぇ、いいなぁ。アンドそうやって、クリスマスとか、そういうことを思い出すたびに、何回も何回も自分を温めてくれる思い出が、たくさんあればあるほどいいなってなんか思いませんこの年齢だと思うんですけども、私も40超えと思うんですけども、やっぱり人生ってね、辛いことの方が結構多いじゃないですか。なんかその中で、結局、自分を温めてくれる思い出 っていうのが、一つでも二つでも三つでも四つでも、たくさんたくさんある方がいいなって。あればあるほどいいなって、なんか思いますね。幸せなクリスマスの思い出の話を聞いてね。ああ、やっぱり、友のこういうとこ好きやなって、すごく思いましたね。アンド明け方ね、もうめちゃくちゃ酔っ払ったね、店長がね、私たちにケーキを買ってきてくれたんですよ。店長がクリスマスだから絶対売れるだろうと思って大量に仕入れた、あの、クリスマスターキー七面鳥ですか それが全然売れなかったんですよ <laughs>。クリスマスイブに売れないっていうことはね、25日のクリスマス本番にもね、売れる見込みは薄かったんですよ。だからそれを店頭から店長が2つバックヤードに下げてきて、自分の買ってきたケーキと一緒にね、ほら食えみたいな感じでね <laughs>、食べさせてくれたんですよ。明け方ですよ、明け方に。ケーキと七面鳥を。店長はすごい酒臭いし、もうね、もうフラフラでね、酔っ払いながらね、私たちの代わりにレジに立ってるんですよ <laughs>。私たちはそれをバックヤードから防犯カメラでチェックしながら、 店長フラフラやなな <laughs> めっっっっちゃてててるなって言ってでもめっちゃご機嫌やな。楽しかったやろな、デートな。店長が買ってきてくれたクリスマスケーキの上に乗ったね、イチゴをね、友がね、私にホイって乗せてくれてね、古いイチゴ <laughs>、あはありがとう。って言ってね、すごくね、いいイブでした。 バイトでしたけどねアンドそしてね、年が明けて、真冬の2月頃の話なんですけれども、その頃もね、私たちは愛も変わらず、暇さえあれば、一緒に遊んでたんですよ。まあ、あの、寒くなってきてたので、結構ね、あの、インドアの遊びばっかりしてましたね。まあ、当時のインドアって言ったら、まあ、ゲーム、ゲームですね。ゲームばっかりやってました。何をやってたかっていうと、あの、まあ、格闘ゲームとか、桃太郎電鉄とか、スーパーロボット対戦とか、そういうのばっかりやってましたね。 なあ、とも、今度の土曜日も遊ぼうや。例にもれず、その、ともの部屋でね、コントローラーをね、ゲームのコントローラーを握りながらね、私は聞いたわけです。ああ、その日あかんねん。そうなんや。思わんないな。あれやねん。からな。女の子紹介してもらうね女の子一瞬のことなんでね、反射的にね、もう息飲んだんですよ。え女の子紹介してもらう みたいな。本当にね、もっと上手にやればいいのに、あの、とっさにね、なんか気の利いた言葉が出てこないんですよ、私いつも。まあ、ああの、そんな私の様子にね、あの、友は全然ね、気づくことはなく、あの、結構ね、あの、ウキウキした感じでね、私に説明をしてくれるわけです。一にな。彼女できてな。その子が友達を俺に紹介してくれるっていうね。ああ、そうなんや。 なんとかね、なんとかこう、冷静に聞きながら、そしてなんとか笑顔を作ろうとしながら、私は聞いてたんですけれども、いつもいる友の部屋なのに、なんかね、もうすべてがね、ぐーんって遠くなるんですよ、そういう時って。へー、そうなんやー、みたいな。なんかだんだん手の先とか、足の先が、感覚がね、なんかなくなっていってるような気がするんですよ。 血の毛が引くって感じなんですかね、きっと。よかったなぁ。そんな風にね、なんとか言ったんですけども、そのね、自分の口から出てるのに、その言葉をね、誰か他人がね、腹話術みたいにね、言ったような感じがするんですよ。何かのね、乾いた呪文みたいなんですよね。結構な、可愛い子らしいねん、それが。友はね、もう得意げに言うわけです。 ああ、可愛い,い子なんや。うまくいったらいいな。いやー俺もめっちゃ緊張するわ。何着ていこうかな。友がブツブツ言ってるんですけども、私の耳にね、だんだん入ってこなくなってくるんですよ、だんだん。まあ、別にね、そういうのは慣れてたんですよ。ずっとそうだったんです。だからね、慣れてたんです、私は。慣れてたの。みんなね、彼女作るんですよ。だって女の子が好きなんだもん。だからね、別に何でもないの。慣れてるの。 床にね、投げ出されてるね、雑誌をね、ぼーっと見つめてたんですよ。そしたらね、その表紙ではね、前にコンビニで友が可愛いって言ってたアイドルがね、笑ってたんですよね。そうなんや、そうなんやっていう風に、友の言葉に合図地を打ちながらね、大丈夫、大丈夫、別に大丈夫、このぐらい大丈夫、今までやり過ごしてきたじゃないって、なんでもやり過ごしてきたんだよ。 こんなぐらい全然平気。そのはずだったのに、ブワってね、突然ね、涙が溢れてきたんです。止められないの。視界がね、ブワーっていきなりぼやけたと思ったらね、私のジーンズにね、ボタボタボタって涙が落ちたんですよ。えと思って自分でも、やばい。泣いちゃダメだ。ダメだって分かってるのにね、もう止まらなくて、ボタ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 ,ボタって落ちるんですよ。それにね、友が、はっって気づいて、どうして めっちゃびっくりしてるんですよね。そりゃそうですよね。世間話してたのに泣き出すんだもん。その、どうしてんっていう言葉に、私の中の何かがね、パッコーンって壊れたんですよ。そしたらもう止めれなくなって、もう、ふうーフーっていう風な感じでね、クークーいたんですよね。ふーふーってあるじゃないですか。その、子供が泣く時みたいな感じ。私にはもう、この恋の行く先なんてなかったし、かといって出口もなかったんです。 ただね、その瞬間瞬間の思いにね、この打ち震えるだけなわけなんですよ。涙のね、理由なんて私には分かってるんですよね。取られたくなかったの。友が紹介してもらうっていう女の子に、友をね、取られたくなかったんです。そんな風にね、自分の中から取られたくないっていう風にね、強欲にね、出てこようとする熱い気持ちをね、私はなんかね、抑えきれなかったんですよね。やばいやばいやばい。 泣き止まないともう全部終わっちゃうよ。バレちゃうよ。共に会えなくなる。自分の理性とは裏腹にね、暴力的にね、涙がね、溢れ続けたんですよ。なぜか、その時に思い出してたのはね、一番最初、ね、共にね、車で送ってもらった時に降ってたね、大雨のことをね、なんか思い出してたんですよね。あんたたちこの続きはまた見てね。アンド